話からお疲れ様です。話し会楽しかったです。待ち受けは恥ずかしいのですぐ帰るかもしれませんが、もう自信持ってください。自信持ってみーきで話し会タイミングが全く合わんかったよ。わーそうなんや。仙台からこんにちは。こんにちは。話し会ありがとうございました。楽しかったですありがとう。なんかあれですね、どんどん94やって。あ、お疲れ様スタンプスミスさんからもらいました。まいちゃん、あ、ワンピースの画像送りました。あ、本当に？まいちゃんのさっき投稿を見た、タグつけてツイートしてくれてたので通知来たよ。あ、かわいいやって、誰やろ。あ、黒豚さんありがとうございました。先ほどぶりです。ゴジュチェルちゃん完了の Thank you。 明日までに10位に行きますように。10位以内、10位以内に入りたい、せめて。ちょうど時間空いたので来たよ。はじめまして、初見で。おお、誰？すごい、誰？あ、ありがとうございます。クマタワー、クマタワーが立ったわ、ありがとうございます。ちょっと片手でこれちょっとね、ここで持ちながらやってるんですよ。嬉しい。あ、高坂さんからハートスタンプ10個。あ、20個、イエイ。あ、めっちゃ来た、ありがとうございます。余計な通知来ちゃってごめんね。いいね、ありがとう、ニヤニヤした。みーきはあの投稿を読んでめちゃくちゃニヤニヤした。あ、かわいいスタンプ来た。どなたでしょう。あ、次男坊さんや。次男坊さんもさっきお会いしましたね。超久しぶりやった。お星様貯めて待ってくれてましたか皆さん。みゆきのためにお星様貯めて待ってくれてましたか。50巻ともお願いします。お星様とかアイテムは10連打で 1.2 倍になります。50巻とは1から50の数字を1回ずつコメントで送信してくださると50カウントになります。コメント欄には反映されないんですけど、ちゃんと見えてるので届いてますよ。お願いします。知り合いがミーキ推しなので気になってます。どなたやろ、どなたですかね。お名前をお聞きしたらわかるかも。ミーキヤッホーヤッホー、もちろんカツ、お話しかありがとう。ランボンさん、名前がね、ニックネームで表示されるんですよ、お話し会。だからなんかズームの時だと本名とかだったじゃないですか。だからね、あの、あ、この方かっていうのが分かるんですよ。あ、寺田さんからファイトスタンプもらいました。まいちゃんハートスタンプありがとう。たかしのさんから10,000万円ハート100受け取って、受け取った、嬉しい。星集めてくるわ、ありがとう。みーきショールーム詳しくなってるてへぺろー。みーきちゃんこんにちは。こんにちは。お昼休み終了、仕事戻ります。猫パンジさん頑張ってください。本名まで覚えられてたり、いや、わかんないですこんにちは。黒さん
の配信は14時まで30分間配信したいと思います。タコ投げ、あ、本当？そう、あ、ほんまや。岡部さんからタコ、タコさん笑いました。133人の皆さん、皆さんあれですね、今まだオンラインお話し会でメンバーと楽しい時間を過ごしてる時ですか？休憩中にでもよかったら来てください。拡散お願いします。みーきが10位内目指してるので、こんにちは、待ってました。女子坊さんと会いたいですね。女子坊さんとお会いしたいです。ちなみにユリイカの時イカの被り物していったな。え、そうやったんや。イカムさん、イカの被り物はあのユーミンがこの間は YNN でしてました。海の生き物キャラやからさ、ユーミン、イカ、タコ、え、カニや、カニやってイカやって次タコって言ってました、自分で。あ、バタヤンさん、アートスタンプありがとうございます。会いたい。トシボーさん、お母さん、お顔見たことないやんな、みゆき。今日の衣装も可愛い。今日の私服はこんな感じです。お気に入りのやつ、お気に入りのやつ。早く握手会再開されて皆さんに見てほしいです。実際にお洋服とか、配信だとさ上半身しか見れないじゃないですか。明日はやっとゆっくり話せるよ。知り合いがこの部屋にいます。名前出していいのかな。出しちゃえ出しちゃえ。お疲れちゃん、ケイフさん、つまりユーミさんより先駆けてたわけですな。勝った。そうやな、確かに。ユリイカやったらどっかにポスター貼ってあった気がする。2013年とかやったっけ。2013年から先駆けか。7年後、7年後にユーミンが生かしてます。生かしてる。二度お話し会で会ったよ。え、本当に？そうやったっけ。お話し会でトシポーさんに。本当ミーキー可愛さんすぎる。え、嬉しい。それのルースレースが綺麗な服だね。そう、とボタンもポイントで、ボタンもポイントなんです。話し会ありがとう。そのかけなんちゃるのタイトル略さないで全部言える。言えるよ、言えますよ。話し会一瞬で服装にまで虚言、虚言わからん。できなかったけど似合ってて可愛かったです。ありがとう。靴屋さんの話したもんな。靴屋さんとみゆきの待ち受け、みゆきを待ち受けにしてくれたんでしょう、ゆうさん。朝から早起きしてて、あ、今日はあれ、配信の時間に家出ないといけなかったんで、ちょっとさすがにできなかったですけど、集合がめちゃくちゃ早いんですよ。お話し会10時だけど、そのもっと早い時間から集まるので、そろそろお話し会なので失礼します。あ、岡村さんいってらっしゃい。どのメンバーと楽しむのか気になりますけど、そろそろお話し会の時間。あ、同じコメント読んだ。やっとおめでとう言えた。黒豚さんありがとうございます。また必ず会いに行くよ。ありがとう。お話し会ありがとうね。50カウント完了。でもお話し会ってないから自分、え、いや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 、まいちゃん
お話し会、あのフィルターがないんですよね。これもやけど、ショールームもフィルターないけど。気になるんだね、他のお話し会。いや、そりゃね、そりゃなりますよ。そろそろ握手したいし、劇場で見たいわ。鉄砲隊の公演があるじゃないですか。次は何時からですか。あ、次は次のお話、15時からやろうかなって思ってます。3時で、3時からこの後もちょっと予定がありまして、3時から4時まで1時間配信しようかなって思ってます。いいですか。1時間半空けたらいいって聞いたんですけど、いけるかな。でも夜、3回配信します。夜はだから今日は5枠、これが1幕目なんですけど、5枠配信します。で、ちなみに明日のことを言うと、明日もお話し会なので今日と一緒で、あの1回目の、まず1回目の配信が多分今日と同じ時間になると思います。把握よろしくお願いします。誕生の5位以内に知り合いがいます。当ててみて。当てたいけどさ、違う人やったと聞きまずくない？5位以内、誰ですか。 1,2,3,4,5 わかんない。カズさんの知り合いの方わかんないです。みゆき、おつ、お疲れ様です。星集めてきたよ、ありがとう。ココテンの衣装、みゆきを待ち受けにしました。なんか操作しにくいです。あ、する？あ、でも映ったらダメだみたいなんですよ。そうなんや。配信者同士、コラボしようと思ってるけど、配信者同士で。なんか赤のし、え、ハツで、あ、これ大丈夫ですか。やばい声でわかりますか。そうだ、 今さバリバリさ、はい、ここでコラボしようと思ってた。まだ言わんでよかった。じゃあ、もう聞こえてるか。聞こえてるよ。これ誰か分かってるんですかね。どうでしょう、みんな一人当たり。あ、そうなんや。あ、残念ですね、当たってる。当たってますね。ありがとう、声だけの出演。めっちゃネイル綺麗です。褒めんの上手よな。え、でも私、え、でもずっとみゆきさん、いや、お綺麗だなってずっと嘘ばっかり。いや、嘘ばっかり。巻かれてますけどね。言ってくれてるな。でもめちゃくちゃかっこいい。プライオリティやってほしい。あ、やってな、待ってるからね。プライオリティお願いします。ありがとうございます。そう、うん、声ですぐ分かるやん。うん、なん一切似てる様子が。ありがとうございます。ありがとう。分かりましたか。ちょっとさ、予想外の展開なんですけど、15時から16時まで配信しようと思ったんですよ。1時間、コラボ、初コラボ。あかんらしい。あかんらしかった。ちょっと聞こえてたかもしれへんけど、でも15時から16時までは配信しますね。今日も今日で可愛い。今日も今日で可愛い。頑張ってな、ありがとう。おー、楽しそう。明日も会えるの楽しみにしてるで。16時までならセミコース可能なので大丈夫です。セミコース1時間です。50ミーキ完了。2周目終わりしか。告知大事。明日は野外でお話し会予定を楽しみにしてる。ハッピーさんいつも野外やもんな。ありがとう。しおり、前の知り合いだらけやん。誰？
みかんちゃん声ですぐわかる。ピエンパオンミオンの子がミオンもいましたよ。 Where are you? 初見さん同じチームのあの子ね。そうそう、みーきはプライオリティやってほしい。あの子チューイングガムの子です。一緒にそういえばコンビ組んだな。コンビっていうかなんであかんだろ、わからへん。みーきも今知った。コラボしてる子いなかったっけ。あ、配信者同士でわかんないです。なんかあ、言っちゃいますと、そう、琴音ちゃんとコラボしようかなって思ったんですよ。誘ってくれて、琴ちゃんがやりませんかって言ってくれて、あ、やろうってなって配信者同士できるんですかみたいな、ナミちゃんに聞いて、なんか枠が違うからできるかもって、お互いの。でもあかんらしかったのでちょっと考えます。できる、できないですよね。3週完了です、ありがとう。もし2週で終わりです。はじめまして、明日の一部に参加します。無理しすぎないでね、ありがとう。星2周分と50カウント投げたよ、ありがとうございます。夜配信楽しみにしてます。声がたまに遠くなるの、あ、本当に。お疲れ様、仕事やけど休憩。星とカウント終わり、みーきにもプライオリティやってほしい。どっちもエントリーしてるから相手がリコ、あ、やっぱそうなんや。そうなのね。ユイナとカレンがやってたけど、カレンタンは多分出てないんじゃないかな。カトちゃんのこと、そうそう、しゃべく、あ、そうなんや。コラボかとは書いてるけどね。お話し会の仕方、参加の仕方ググります。ググってみて。1433人になった。夜も見れるようにさっき買い物行ってきたわ、ありがとう。なるほど、立候補者同士あかんのかって。ようちゃんさん、かわいいスタンプ。ひろちゃん、ハートスタンプ。次男坊さん、花束。けんやさん、ハート100個。きやん、くまちゃん。おかむさん、たこさん。てろださん、ファイトスタンプありがとうございます。イエイ。最近のプリクラのポーズって何が流行ってるんですかね。不意に唐突。キュン。何かな。もうシカ流行らしてな。シカポーズ。帰っちゃうの？バイバイ。少し用事済ませて戻ってきた。ミキ。ミキ。すごい持ち方。そうやねん、これ。ね、これな、歪むねん。あ、そうなん、歪むねん。そう。な、配信者同士ってコラボできたねんて。コラボ大丈夫だけど。あ、映るのもあかん。楽しい。なるほど、早くいっぱい喋りたい。早くな、うん、あと10分配信するね。あ、そうなん、うん、お話ししようよ。ね、嬉しい。いい匂いする。いい匂いする、ありがとう。香水のせいだよ。もう歌うの、歌うの、バンされるぞ。バンされるぞ。そうなんや。めっちゃアナ雪の歌とかさ、歌ってたりした。そう、ここでここでご飯食べるの。ここでご飯食べる。すいません、ここでご飯食べさせていただきます。カニさんって言われて、カニさん出て。じゃあな、みんなな、カニさん、タコさん、イカさん、うん、って言うやん。タコはまだやからな。書いてないね、ウィーキが言って見てこれ、声のコラボはいいらしい。うん、華やかになってまいりましたね。めっちゃ劇場おった、みんな。
ほんまに今そこおるいっぱい。おるめっちゃおった。うん。ゆうちゃんとゆうちゃんママとミーキとでコラボ希望。でもあったやんな、みーきママと私のママと一緒にお出かけしたのに。あ、それはあった。ご飯食べに行ったよな。なんか紅葉見に行かんかったっけ、お母さん同士で。あー、見に行ってたよな。行ってた行ってた。楽しそうやった。よく行ってんな。ユーミンの ASMR。聞こえへんけどな。聞こえるもんないよな。聞こえるもんないな。何時から配信してたの？13時半で、あともう5分、あ、これ5分で終わり。ここまで来て、でもこう秒針ないからさ、分からへんの、うん、あと7分ですね、うん、何時からすんの？2時15分。2時15分、うん、じゃあ声出演してもいい？いいよ、何して？するわ。カニ、イカ、タコイジにする。入れてそれは。後で裏来て。私のせいですね。ご飯食べたん？うん。3枠目以降は17時半とか18時30分とか30分開始だとこう。うん、ま。3枠目以降。ああ、なるほどね。17時半、18時半とかが配信できないんですよね。あと100個突破、ありがとうございます。あとで5回来て。あとで5回来て。5回？あれやん、スプリズンターン行く。あー、5回やったな。ゆき 6分しか出演せんかった。やばい、押してたからね。ほんまに4時間ぐらい待って6分ってやばくない？弱い。ほんまに面白かった。カニとブルースリー。なんか面白いね。あ、そう。すごくない？コラボするらしい。まだ秘密のやつです。すごいな。ま。6人の方、ようちゃんさん10,000万円、ひきやんさんハートスタンプありがとうございます。うちんさんが美味しいね。あ、確かに肩、うん、そうだね、はい、うん、今何分かちょっと一緒にでいい？いいよ。あ、ありがとう。かわいい。どっち？りんちゃん。かわいい。え、なんかもう赤ちゃんみたいやろ？やろ？かわいい。ほんまにかわいいね。さきちゃんはどうだったの？ん？どうなった？おいや、めっちゃ出てる。写真嫌いね、この子。あ、そうなんや。さっき。お、73,000ポイント。やった。レインボー10いきます。トルコライフさんありがとうございます。オーラフヒトさん、これ何？オムライスですね。慣れてないけどさ、うん、やってだいぶ慣れてきた。え、みゆきでも一回 TGC のやつでやってたやんな。 TGC はから時間制限ないんか。そうそう、いや3時間やねんけど、これも3時間やん。あ、 TGC 決まってなかった？あ、決まってて。あ、決まってたん？そう、ゆりちゃんが決まってないみたいな言ってたね。ゆりちゃん、あ、じゃあ TGC から決まってたんか。そう、ゆりちゃんのなんかあったやん、ショールーム選抜。あ、その時はそう決まってなかったし。決まってないの、うん、決まってなかったら無限に配信しちゃうよな。そうなんや。仕事に戻るね。いってらっしゃい、ひきやんさん。
人はずっと配信してる。へー、そうなんや。うん、配信してる。へえ。もうなんかめっちゃ配信してる。ねえ。ユーミンのオムライスください。嫌ですやって無限配信ね。今日はファーファーって意識した。ミイキのファンの人はどういうファンの人が多いの？どんなファンの人かな、うん、優しい、うん、優しそう。優しい。腰集めて行った配信の方、ナンバ好きって人いた。そうなんや。あともうちょっとですかね。ピエトラちゃん、あ、ランキング読みますね。じゃあいきます。13位うなのしかさん、12位ひよちゅんさん、11位まちさん、10位ひきやんさん、9位ようちゃんさん、8位バタヤンさん、7位スミスさん、6位リンさん、5位黒豚さん、4位トルコライスさん、3位ジナンボーさん、2位手野田さん、1位は招き猫さんでした。ありがとうございました。パチ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 。なお58分、あ、お知らせありがとうございます。金悪くもお疲れ様、ありがとうございます。次は15時から配信します。3時、うん、3時。じゃあちょっと劇場におるんや。そうやな。じゃあ お星様食べて待っててください。じゃあねー、バイバイみー。